どうも。今回はですね、あと1勝すれば初のプラチナということでですね、今回はリアタイをやっていきたいと思います。あと1勝すれば初のプラチナ、負ければ出直しということで早速やっていきたいと思います。 GO！ さあさあ、初のプラチナに向けて運命のお相手よろしくお願いします。めちゃくちゃ打率いいな。先行ですね、山岡さんです。はい、やーつなー、この縦スラですよね。この縦スラをどう見ていくか。 OK、 カットボール。さっきのボールが頭に残ってるとなかなか打てなくなる。大勝。大勝、危ない。あー、うまいな。 OK、 よいしょー。そう、もう1番バッター鈴木誠也、この大事な試合でサンチェス初めて使うというね。あー、やばい。させなわけない。オッケー、高め、やばい。あ、うまい。たまには外角もいっとかないとね。ベストピッチ、うわー、おい、ボールかい。内角、これはワンアウトも取れないな。サンチェスやばい。さあピッチャー交代、田口。さあちょっとボール球、オッケー、オッケー、ナイスボール。ちょっとボールになる、ちょっとボールになる。よし、オッケー。あー、なんとか2点。さあ行くぞ柳田。やべ、ボール球は、くー、オッケー、見えてる。ちっちゃい方のカーブかな。手挟んだ。頼むぞ鈴木誠也。あー、スラブか。オッケー、オッケー、見えてるよ。さあ次はストレートかな。シェイ、ちっちゃいカーブ狙っていきたいね。お、マジか、海田選手。うわー、カットボール、ツーシームあるかな。セイ、あー、オッケー、見えてる。やばい、グアーク。青木選手、バッターボックスには代打の青木。狙っていくよ。大きいですからね。そうですよね。オッケー、ナイス。はい、変化球わずかに外れてボール。オッケー、ボール3。そうですね。オッケー。あ、行くよ、こっからよ。初球は何から入ってくるか。初球。変化球。だー。これでスリーアウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。嘘だろー。